とけば誰か英語の字幕付け方わかんない。あれあれがない。人気が出ればいい。ありました。誰か空耳の字幕付け。ああ、あやるさん。そっちが。あじゃあまずあの始まるときにその戦略とか。こいつはどこまで行ったのか紹介したこととか上手に行ったのかどっから壊れるか予想してください。コブ君この、はい、コンセプトはコンセプトは重くパスタをたくさん使って作りました、うん、がっちりしたやつ。誰か手伝って一人でやると大変だけど、バケツを持つこと、バケツ離すのは自分でやった方がいいんじゃないですか。ああ、あの衝撃でぶっ壊れるから2人1組ぐらいでやってるんですよ。バケツが500、これ多分そっと入れていったら別に500ずつ入れればいいんですか。あ、好きに刻んでいいけど、うん、ガンガンいったら刻み方は 2.5 なかったっけ。 2.5 向こうに3秒だから、3秒耐えたらバケツをピッと結構クリープします。クリープする、クリープする。あのパスタもボンドもクリープするから、ほっとくとどんどん変形しちゃうから3秒 2.5 いって、ただまず、まあ、最初 2.5 は大丈夫じゃないですか。すごい、5キロぐらい、5キロぐらい、去年13キロ、相当いったね。あの衝撃、相当かないと衝撃荷重が出るから入らないですよ。ああ入らない傾けるいや、なんか動きます。大丈夫、大丈夫、手頃なんで。うわぁ、おぉ、大きかった。あ、じゃあ、持ってあげた方がいい、持ってる、飯なんか余裕でしょ。すごいパッ、ね、右の方が重要か。あー、左右大丈夫。2、3、OK。 あ、そっか、これここにクロスが何も入ってないねんな。すごいね。だからまあ普通に考えるとこれがザクとするな。けどだいぶ弱っ。これの1個前、あ、どうも今のは先端ザクツっていうのかな。ああ、こう、こう、こういうザクツっていうのが単に先端だろ。と500です。3.25 4.2 バッテンを入れてなかったからこれがこうなった。バケツ 0.5 が 3.25 だろ。と 1.25 だから、あ、4.25 4.25 ちょっと壊れたの見せて。なんかこれ 5.5 まあ、ザクツというか、付け方が悪かったんじゃないですか。1位だよ、1位。ちなみに、コブリメディアって M1 代表ですから。そうだ、M1 代表。4.2 他の M1 は？いや、やってませんけど。ほんまにこれでしょうかって言うから。次はじゃあ誰にどうぞ。まあ、4年。4年だな。いっちゃうか。何かそっちだよ、さあ、オプーナーが勝ったか。オプーナー、我らがオプーナーこれさ、どうやって置くんだろう。どうやってって、あ、横から入る、ちょっと横から入る、表現を買うというチームあれ、できるぐらい消すんだ。それね、すっかり忘れて真ん中に通しちゃったからちょっとずらさないと入んないんだよね。そういうこと、それが失敗だった。ここに入れちゃったから。あ、そういうことか。じゃあ、こうしなきゃダメってことか。ちょっとずらして、で、ずれを考えて、ちょっとずる。まあ、お箸踏んで。まあ、お箸。で、大丈夫？ではいい。あ、弱そうだな。オッケー。いいじゃん。豊富、豊富っていうか、こう、コンセプト言ってる。マー君、頼む。はい、そこに自作自演。じゃあ俺は俺取ってあげる。自撮り自撮り自撮り。プロデューサー。弱そうだ。どこ工夫したとか。あ、単にこれ真似だね。違う、あれ全部そうだね。そうでもない。だいたい6点とかだった。それはあったけど。なんか微妙なセッティングが。
相当ここがここはちょっとちょっとカメラさんミスですね、ここね浮いてる、いや浮いてるっていうか補強部よりも外側でこれは完全なミスですねこれやばくないか、本当だここで壊れるかもしれないまあ、サネに花を持たせようと思ったんですよ。いや、あとここが足りなくなった。誰かバケツ支える人、役やって。バケツ支える。あ、やば。目標何キロ？目標は、何しですか？去年だって中君9キロ、10.6 キロ。じゃあ目標は 4.5 キロで。とりあえず1位な。いけるか。もう行きそうで。じゃあ先に最初に 4.5 キロ乗っちゃう。え？いきなり？いきなり？それ2.5 キロ。いや、そこを刻んでもさ、誰もなんか、ね、そこ刻んでも、じゃあ5キロ行こう、誰得なんで、5キロ行こう、俺5キロと0 曲げすな、気をつけてな、3秒な、あ、うまっ入れていいよ、5キロそうか、そうだえ、なんか、綿密なセッティングが必要なんでしょ、そうだった一重に置くところを間違えたな。え、ちゃんと測ってやらなかったっけ、それ。ちゃんと測ってやったよね。測ったんですよ。なんか、尾形君のこと笑ってなかったっけな、それで。いや、でもあれよりはいきますね、いやいやいや。3キロ？いやけどさ、刻まないと記録ゼロだぜ。いや、3キロ。刻んだ方がいいんじゃない、じゃあ。いや、3キロ1回やる、3キロ。じゃあ3キロ1回やろう。あ、いや、そうだ、後ろ自分の箸を信じよう、ウェハースには勝てるって大丈夫これ負けたかった、よし罰ゲームって何やんの、残りの学生生活ずっとヘタレっていうのがついた1、2、3、 OK、 おー、ヘタレじゃないですか、パキパキ言ってんだよね、パキパキ言ってね、500なんだ、1、2、3、 OK、 またバキすげえ、はい、1、2、3、 OK、 確かに割り箸が折れるんだよ確かに割り箸が折れるんだよ、1、2、3、割り箸をね、2本にしてたんだけど、前回1本で15キロぐらいまでやった、15キロで折れるの近い、いや、けどなんかもうやばそうだよ、1、2、3、OK、 今何キロ、え、わかんない、わかんないっすそれぐらい言ってよ、なんか盛り上がらない今、これが6、5キロと500とバケツだから6、ほんで 1.25 いきなり足す、 7.25、 1、2、3、 500出す、7.75、 1、2、3、 OK、 8.25 かな、1、2、3、 というわけでこれを取って、いや一応測ってよ、これは外すんだよ、外す、最後、審査になるかもしれない、え、5出す、じゃあ、そのバケツ付きで測って持ってきて、こっち、あ、すでに出たんだ、これは測ったそれで全部、今出してなかった、1個出した、だって、あ、でも5円だから、よいしょ、いいのか、これ、うん、よし、うん、よし、 7.91、うん、これは使えないな、うん、どこ、俺何で壊れた、あと雑靴じゃない、雑靴、右が半分か、左右不対称なのに、いな気がするけど、うん、ここは長い
のにさ。